はい、皆さんこんにちは、ヒロンガです。今回のポケカ情報なんですけれど、最近そこまで最新弾ばっか出ていてですね、話題になってないんですけど、実はパックのカード高騰しているものがあります。この高騰からですね、今後の予想ができそうなので、今回紹介していきたいと思います。はい、というわけで今回紹介するのは、白熱のアルカナよりセレナ。もちろんセレナが大人気ということは皆さんご存知だと思います。高騰した時にですね、 PSA 鑑定のですね、10がですね、上がったことによりですね、なので全体的な相場も徐々に上がってきているっていうのが今の現状です。6万円いかないぐらいまでの金額まで相場が上がってまいりました。でセレナは1月の初めは4万3000前後の金額だったのに、かなり値上がってますね。でセレナの方ガンって見ていきたいんですけど、それよりもですね、このフリソデさんの方見てください。 PSA 鑑定10のものがものすごい高騰化しています。それにつられて相場の方が1万2000円前後の取引がされています。かなり相場が徐々に上がってきた状態になっています。さっきのセレナさん見ていただければわかるんですけれど、少し PSA 鑑定の方が先に高騰して、その後ですね、メインのカードが値上がっていくっていう動きが見られているので、もしかすると狙い目なのかもしれません。現にですね、こちらのカード AFEVMAX のプロモカードなんですけど、こちらのカードがですね、いきなりですね、 PSA 鑑定が上がったと途端にですね、全体の相場も上がり、3万4000の取引がされています。最近某有名 YouTuber さんの PSA 鑑定10のカードを購入しまくるにつながり、もしかすると相場が全体的に上がるんですけど、 PSA 鑑定の方が先に上がってから、その後のですね、メインの相場が上がっていくっていう傾向が見られております。もちろん高騰の理由はそれが全てではないんですが、一つの参考にしてみてはいかがでしょうか。というわけで最後までご視聴の方ありがとうございました。またね。